エレツ県問所ガザ地区等撤退は、イスラエルが2005年に行った、ガザ地区全域とヨルダン川西岸の一部からの、ユダヤ人入植地の撤退である。ガザ地区からの制空権及び制海権を維持した上で、軍が全面撤退した上で、全ユダヤ人入植者、約8500人が退去し、加えて、ヨルダン川西岸の小規模入植地が解体された。 アリエル・シャロン首相が2004年2月2日に計画を発表し、2005年8月から9月にかけて実行された。ガザ撤退、ガザ地区撤退、ガザ地区撤退計画などとも、英語ではイスラエル・エス0センゲージメントプランなどとも、ガザ地区は1967年の第三次中東戦争により、イスラエルの占領下となり、ユダヤ人入植地の永続化がなされてきた。 2004年2月シャロン首相は地元市ハーレツの取材に対し突如としてガザ地区の全21カ所ヨルザン川西岸入植地の4カ所の解体を打ち出し全世界を驚愕させた。なぜならシャロンは2001年に首相に就任して以来パレスチナに対し一貫して強硬姿勢を崩していなかったからである。かねてよりパレスチナに融和的だった労働党は即座に この計画を指示、パレスチナ人による一行に終わりを見せないインティファーダや自爆テロ攻撃によって沿線気分が高まっていた国内世論も総じてシャロンの計画に好意的だった。また、シャロンとは首相就任以前から親密なアメリカのジョージ・ W ブッシュ大統領も歓迎の意を示し、2004年4月14日に行われた首脳会談でも イスラエルへの全面的な支持が確認された。国内外からの支持を得た、シャロンだったが、自身が党首を務める、右派政党リクードの反応は、まるで違っていた。旧約聖書に基づく、領土拡張が当世であるリクードにとって、シャロンの行動は裏切り以外の何者でもなかった。シャロンは、撤退計画を党員投票にかけ、党内の信任を得た上で国会での採決に持ち込む。 構えだったが、その目論みは見事に打ち砕かれた。シャロンの政敵であるベンヤミン・ネタニヤフ元首相は、多数派工作を公然と拒否、最側近だったリモール・リブナット教育省も、シャロンからの離反をはじめ、強硬派のウジランダウに至っては入植者と一体になって反対運動を展開し、公然と範囲を示す始末だった。5月2日に実施された、党員投票日に、 ガザ地区のグッシュカティーフで入植者の母子5人がパレスチナ人の男に残殺される事件が勃発した。これにより秘訣への流れは決定的になり、実に60%以上が反対し、シャロンはメンツを潰された。党員から脳を突きつけられた、シャロンだったが、高い世論の支持を背景に不退転の決意は揺るがなかった。6月6日、計画に反対する。 国家統一党の閣僚を解認し閣議決定に持ち込む。閣議決定後、この計画を日とする国家宗教党の閣僚二人が抗議の辞任に出る。党内の強硬派との溝がますます深まる中、10月には国会に上リクードからは17人の造反を出しながらも、労働党や左派政党からの支持を取り付け67対45で国会を通過させた。 2005年2月16日には総額38億新シ,シェケルに上る入職者保証法案が国会を通過。2005年8月7日に撤退計画が最終閣議決定された。閣議では17人の閣僚が賛成したが5人が反対に回り、ベンヤミー・ネタニヤフ元首相は閣議後財務省を辞任し当閣に乗り出すことになる。ともかく閣議決定はなされ、 これにより計画は実行されることになった。テルアビブでの撤退反対活動8月10日には、テルアビブで大規模な反対集会が行われたものの、大勢に影響することはなかった。8月15日、イスラエル国防軍がガザ地区を全面封鎖し、入植者に対し48時間の自主的退去を呼びかけた。8月17日には、IDF は、 最後まで牢情を続ける入植者と、それを強く支援する、ユダヤ教原理主義者やより、過激なカハネ主義者の強制排除に乗り出した。強制排除は、人口2500人のネベデカリームから開始され、ガディードやクファルダロムなどでは反対派が、シナゴーグに牢情し、IDF に対し激しく抵抗したが、8月22日には、最後に残されていたネッツァリームも制圧。 わずか一週間で全入植者が退去させられた。8月23日には、西岸の小規模入植地4カ所の解体に乗り出した。ホメッシュやサヌール、とりわけサヌールでは入植者がオスマン帝国時代に建造された要塞に籠城し、激しい抵抗に遭うものの、結局これも一日で500人の入植者を退去させた。9月12日までには、 入植地跡地の聖地にも成功。IDF も完全にガザ地区から撤収した。撤退前のネベデカリム入植地シャロンが撤退を決断した理由としては何よりもイスラエルが抱える人口問題が挙げられる。先進国はのきなみそうであるが女性の社会進出が進み、それに付随し出生率が低下する。イスラエルもその例外ではない。 イスラエル人の合計特殊出生率は2人強。それに対しアラブ人、パレスチナ人の合計特殊出生率は6人から20人にも及ぶ。仮にイスラエルが占領していたガザ地区、ヨルガン川西岸、ゴラン高原をすべてイスラエル領と規定した場合、相場、アラブ人、パレスチナ人の人口がユダヤ人を上回ってしまう。パレスチナ人が多数派になればそれは、 ユダヤ人国家であるイスラエルの終焉を意味する。シャロンはそのことを最も恐れた。シャロンが撤退を決めたガザ地区のユダヤ人入植者はわずか8500人。それに対し西岸の入植者は計画発表の時点で23万人。東エルサレムのユダヤ人を換算すると40万人を超える。宗教的必要性も薄く、ハマースの拠点で 100万人のパレスチナ人に囲まれているガザを捨て、その分の予算と兵力を宗教的必要性が色濃く、かつ広大でパレスチナ人の人口が希薄な西岸に投入する方がはるかに賢明と言える。実際、2004年4月の米イスラエル首脳会談では西岸にある6つの大規模入植地の維持が確認されており、 風ザ撤退に着手した2005年8月15日には、シャロンの側近シャウルモファズ国防相も6、大入植地の維持を明言した。またシャロンは、西岸の既存の入植地拡大は、再開発に過ぎないとして、拡大ではないとの立場を取り続けている。撤退に際し、西岸の主要入植地の主張には事前に根回しがなされており、訪米前にシャロンは、 側近のリモール・リブナット教育省と共に、マーレ・アドミームを訪問し、住民を前に講演を行っている。また、撤退計画をいち早く指示したのは、マーレ・アドミームのベニーカ・シュリエル市長だった。これまでの立場を一世にして表現させたシャロンに対し、激しい怒りを抱いていたのが、右派、宗教政党、とりわけリクード内の強硬派である。 撤退計画を発表した時点で強硬派とシャロン派の対立は決定的になっていたが、当確へのシナリオはいくつかあった。まず第一に、シャロンの政敵であるベンヤミン・ネタニヤフ元首相を擁立して党首選を前倒しする。だが、このシナリオはネタニヤフが閣内に行ったために実現には至らなかった。ネタニヤフが当確に動いたのは撤退の寸前になってからである。 もう一つは、集団離党し、右派神道を結成、他の右派、宗教政党と連携し、当格に乗り出すというもの。主犯には、リクード切手の実力者、ルーベン・リブリン国会議長を擁立を考えていた。だが、このシナリオも、党内優和を優先したリブリンの孤児で失敗に終わった。2006年6月、IDF は再びガザに侵攻した。 2006年7月にはレバノンへも進行した。ありがとうございます。